かぼだからね。いやアスファルトが目の前で割れました。あとや、うん、今まだ余震ですね。新幹線も高架下が通りになってます。役員線取れ曲がってます。もうしばらく通れません。新幹線通れません。津波がうちの現場まで来てます。海岸線から 4,5 キロあるんですけども、私の車の軒並み足元まで来ててちょっと心配です。あ、どうしますかやったらやべえなよ。車も流されてますね。仙台平野のど真ん中、取り残されてます。大豆センターです。トラック4台とフォークリフト3台、発電機があるので食料もあります。無事です。周りは真っ暗。激しく駅コンビナートなどその他工場施設があるところ激しく燃えています。広い範囲でところどころという状況です。赤い炎と真っ黒な黒煙が高く上っています。泥だらけです。私の働いてる現場、津波来ました。魚も打ち上がってます。鯉、船、もろもろ打ち上がってます。施設内は水浸し、泥浸しです。何から手をつけていいのか分かりません。あ、それ考えるとここら辺も程度収まって向こうの火事っていうかタンクの方行ってんのかな。